お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は左のモイネロ、対するマリーンズの先発は左のメルセデス、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左のモイネロ、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは岡。第6球を投げた。サークルチェンジ、空振り三振。バッターは2番藤岡。第7球を投げた。空振り三振。2者連続三振。バッターは DH の荻野。第6球は打ちました。引っ掛けた。内野ゴロ。今宮ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。モイネロ上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは外。第5球投げました。打ちました。ファースト真正面。山川一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤。第3球を投げました。打った。痛烈な当たり。入るか入るか。レフトバックしていった。ワンバウンドヒットになる。中継。バッターランナー2塁でストップ。佐藤ツーベースヒットを放ちました。ホークス先制のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは愛。第6球を投げました。初球見逃し三振。左対左の勝負になります。次は5球目打ちました。サードボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。モイネロワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える2回です。バッターは正木。第9投げました。外れた。ボール。第2球打った。これは強烈。入れば先制だ。入った入った。ホームラン。先制ホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。ストレートを完璧に捉えました。ホークス1点先制。1対0。チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。3回の表、1点を追いかけます。マリーンズの攻撃、トップバッターは中村。第5球投げました。打ちました。フラフラッと上がった。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番友杉。投球は3球目投げた。打った。打球はファースト左。山川そのままベースを踏んで2アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順をトップに帰って岡。第1打席はスイングアウトの三振。打ちました。抜けた。岡ナイスバッティングです。さあ、2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは2番藤岡。今日の打った。左中間のフライ。ジャンプヒット。中継。ホークス追いつかれました。1対1。藤岡タイムリーツーベースヒット。さあ、これで2アウトランナー2塁。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。バッターは指名打者荻野。大きな声援が届いています。投げた。打った。山川下がっていった。落下点で構えます。掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。3回の表が終わって1対1。ホークスこの回1点奪われ同点とされています。
試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは外、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤、これが2度目のバッターボックス。さあ6球目、投げた、高めボール球打った、これはセカンド正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番愛、今日2度目のバッターボックス。第9初球から打ってった、抜けた、愛と、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどのプレーです。バッターは7番高部、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、取って、これで3アウト、チェンジ。一塁ランナー愛残塁に終わりました。4回の表が終わって1対1です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは中村、第1打席はセカンドフライに倒れています。第9投げた、打ちました、初球打ち、広瀬取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番友杉、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。これは引っ掛けた、栗原ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って追った。第6球を投げました、打ちました、栗原掴んだ、一塁送球、アウト。3アウト、チェンジ。モイネロ、この回ピシャッと3人で抑えています。5回の表が終わって1対1です。同点で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で正木、第9ストレート決まってストライク。第2球投げました、空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。投球はこれから3球目、1つ外したボール。第4球を投げました、ボール。次は5球目、打ちました、センターの右にボールが上がっている、掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。試合は後半6回に入ります。この回の先頭バッターは藤岡、第7球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第8当たり。第2球打ちました、モイネロ、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番ソト、今日はファーストゴロとファーストライナー。第9投げた、初球を打ちました、センターへ持っていった、センター取りました、これで3アウト。ホークス、後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって1対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは佐藤、第3球を投げた、打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、広瀬取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番愛。さあ6球目、投げた、高めボール球打った、抜けた、愛とナイスバッティングです。モイネロ降板、ここでマウンドに上がったのは松本、今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第5球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、ピッチャー右横のフライになりました、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番中村、今日はセカンドフライとセカンドゴロ。第6球をランナースタート、打った、レフト方向へ持っていきましたが、取ってアウト、3アウト、チェンジ。満員のペーペードーム、ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。メルセデス降板、右の横山、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃、トップバッターは正木、見送ってボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、痛烈、伸びた、伸びて入った、ソロホームラン、正木、今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、4対1、ホークスリードを3点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。さあ追
追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で正木、第9アウトロー際どい球ボール、投げました。インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、打ちました、痛烈、左中間大きいぞ、入った入った、ホームラン、満塁ホームラン、正木これで2打席連続のホームラン、ストレートを完璧に捉えました。追い打ちをかけるアーチ、さあチームメイトからも祝福を受けます。マリーンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番トモス、打ったに当たりだ、左中間のフライ、ワンバウンドヒットになった、トモスギ2塁も狙う、中継、トモスギいいバッティングを見せました。打順は1番に帰って岡、第6球を投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、2塁ランナー3塁へ向かう、岡いいバッティングを見せました。ホークスなおもピンチが続きます。バッターは2番藤岡、インコース引っ張った、ライトへ上がって、これは犠牲フライ、取りました、友杉スタートを切った、ホームイン、マリーン1点返しました。さあこれでワンアウトランナー1塁、バッターは DH の茶谷、投球は3球目、投げました、打ちました、セカンドの左、ゲッツーコースだ、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって11対2マリーンズ、この回1点を返しました。ホークスリードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で正木、今日は3安打猛打賞、見送ってストライク、まずは見送りました、投げた、打った、痛烈な当たり、近藤2塁回って3塁へ、正木ツーベース、さあチャンスを広げました。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは外、第6球を投げた、打った、松本ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。松本降板、マウンド上は藤井、今日3人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか、打ちました、抜けた、佐藤ナイスバッティングです。バッターは6番愛、さあ7球目、打った、今宮掴んだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレイ、試合終了、ホークス快勝しました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手モイネロ、負け投手エルセデス。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。